ジオネームトゥーパンプスからです。さとしさん123だ、元気があれば何でもできるハニオあーちゃんということで、広瀬川の太陽の鐘がある近くにかつて下駄屋さんがありました。今は飲食店になっています。わかります？わかります。ポーランドに引っ越した時に私はその下駄屋さんで霧の下駄を買って、それを履いてポーランドへ行ったそうです。当時ポーランドへ直行便がなかったのでドイツのフランクフルトを経由しました、空港内で厳しいボディチェックがあり、靴は脱いで検査員に渡したそうです。私は履いていた下駄を検査員に渡すと顔色が変わり、この木の板はなんだ、忙しいからお前はあっちに行けと、検査をしないでゲートを通してくれました。それで空港行ったの何それ。私が履いていた下駄を靴として認識しなかったようですと。空港内を歩いてると霧下駄のカランカランという音が響き渡り、子供だけではなく大人が後をついてきたそうです。そうだよね。藍染めのサムエを着て、はい、霧下駄を履いた見たこともない姿の東洋人は彼らにとっては宇宙人に見えたかもしれませんね。あ、そうね。よくあの海外の人が日本に来るとみんな着物着てまだちょんまげして、下駄履いてると思われてる人もいるからね。まだね、全然いねえじゃねえかよってよくね、あの、ユウは何しに日本みたいな。はいはいはい。日光江戸村とかに行ってもらう。ああ、いるよね。いますよね。で、自分もね、仕事前、あの、サムエ来て、あの、日光下駄っていうの履いてたんですよ。昔。焼きまんじゅうやってたんですか？そうそうそう。結構10年ぐらい来てましたね。あ、それが作業着だったんですか？作業着だったんですよ。でも邪魔で。この袖が邪魔でね、もう今全く着てないですけどね。え、何年ぐらい前まで着てたんですか？10年ぐらい前まで着てましたね。結構最近じゃないですか？そうなんです。サムエいっぱい持ってましたね。あ、そうだったんですね。え、また来てやってくださいよ。邪魔なんだよ。あれ、手が。なんかこうやって。ね、まくってね。まくって。そうなんだよね。紐とか締めちゃって。そうなんだよね。下駄履いて。え、そうだったんだ。うん。かっこいい。日光下駄ってこの木っていうか、そのね、畳みたいになってるんですよ。足のところが。もう足がもう、皮がもう熱くなっちゃって、素足でなんか、灼熱のコンクリートの上歩けるぐらい熱くなっちゃった。そうなんですか。そうなんですか。いやー、じゃあちょっとおすすめはできないのか。母ちゃんはスニーカーを履かないのか。持ってないの？レッスンシューズを私10年間使い続けてます。一足を。か、スニーカー履かないのか。履かないです。なんなら一足しか持ってない。そっか、そうだよね。いつもこうね、女性のパンプス系とか、あ、そういうの、ね、早く踏んであげてください。太っちょがぜひって今 LINE 来ましたよ。本当ですか。はい。じゃあぜひ。いくらでも穴開けてくれっつって。本当ですか。じゃあぜひ。ブスブス開けてやってくれ。本当ですか。ぜひ開けさせていただきたい。こら喜ぶ。あといついけるかな。はい、行きます。